ははいこんにちはレッドスノーです今回なんですけれども不動産登記記録の内容、まあ、登記簿の内容ですねこれをスライドを使って解説させていただきますで登記記録の内容についてはこちらに用意させていただきました。 ただ、これ、ちょっと見づらいと思いますんで、後ほど、この部分とこの部分とこの部分、まあ、3つに分けて拡大したものを用意しましたので、まあ、そちらを後で見ていただければと思います。まず、大きく分けて、表題部というのと、権利部という2つに分かれるんですね。上と下2つですね。この2つに分けることができます。で、まず、表題部については、どのような内容が記載されているのかというと、 不動産の物理的情報が記載されています。土地であれば所在だったりとか地盤、地目、地籍などですね建物の当本登記記録であれば所在、地盤、家屋番号、種類構造、床面積などが記載されておりますで一方で、権利部については、まあ、権利と書いてある通り所有権だったり、抵当権などの権利に関する情報が記載されています。 で、権利部はー区とオツクに分かれるんですけども工区については所有権だったり所有権の差し押さえとか、まあ、そういった所有権に関する情報が記載されていてオツクについては所有権以外の情報つまり抵当権だったり地上権などが記載されておりますではまず標題部について見ていこうと思いますこう当本があった時に上の部分ですねこの部分が標題部です 拡大したものはこちらですまず所在ですね。横浜市中区丸々町2丁目。で、地盤については1番5っていうのが地盤ですね。で地目は宅地ですよ。地積これ土地の面積は150.11平米ですよ。で、所有者は横浜市西区丸々に住む山田太郎さんですよ。まあ、こういった内容が表題部に記載されております。つまり、 ここは土地の表示と書いてある通り、土地に関する情報が、物理的な情報が記載されていて、所有者は山田太郎さんですよ、ということがここからわかります。で、一方で、権利部の工区についての話です。工区については、所有権に関する情報が記載されていて、はじめに所有権の保存登記をこの年月日にしましたと。で、受付番号がこうこうこうですよ。 1> 第1ですすよって書いてありますね、まあ、これについてはそれほど気にしなくても大丈夫です。まあ、番号が付けられているということですね。で、この所有権保存登記は山田太郎さんが行いました。で、その後山田太郎さんは小林花子さんに所有権移転登記をしてます。で、なんで所有権移転登記をしたかというと、売買をしたからなんですね。山田太郎さんは小林花子さんに売却しました。 そのことによって所有権移転しましたという内容がここに書いてあります。で、売買した日にちが平成26年の3月11日でしたという話ですね。で、11日に売買契約を締結して、14日に登記の申請、受付をしたという流れです。で、ここまで見ていただくと、実際の所有者は小林花子さんなんですね。そうすると、先ほど見た この山田太郎さん、ここれ矛盾してくるじゃないですか。この情報って初めは書かれているんですけどもこのように移転登記されるとこの情報もう違いますよね消去しなければいけないそういった場合はこの部分このように架線が引かれますいわゆるこの登記は消滅してますよっていうのを表すのが下線なんですよ実際はこのようになってます これで所有者は山田太郎さんじゃないですよっていうことがここで示されるわけですね。で、実際は小林花子さんが所有者ですよと、まあ、いう話です。これが工区ですね。権利部の工区の内容。続いて権利部のおつくの内容を見ていきます。この権利部のおつくには所有権以外に関する権利の内容が書かれております。ここでは具体例として、定当権の設定登記、定当権について記載しました。 でこの定当権っていうのは債務者が小林花子さんです。で一方で定当権者が緑銀行つまり緑銀行が小林花子さんにお金を貸した。でそれに対して定当権を設定してもらったと、まあ、いう状況ですね。でいくら貸したかって言ったら、まあ、3000万円を貸しましたよ。で利息が1%ですよ。遅延損害金は年利10%ですよ。みたいなことが書いてあります。これが 権利部のおつくの内容ですね。でもし小林花子さんが緑銀行に借りたお金3000万円をすべて返済すれば、ここはすべて課せ部が引かれます。これによって抵当権はもうないですよっていうことがわかるという話ですね。まあ、今回は表題部と権利部について解説いたしました。もう基本事項なのでこの部分はしっかり頭に入れておいてください。